半コーナー178センチ101.0kg 聖堂会館所属第1回モンスターチャレンジ重量級優勝藤本悠介、筋肉の鎧で外敵を迎え撃つ藤本悠介。赤コーナー184センチ95.2kg ビクトリージム所属 MA 日本ヘビー級チャンピオン内田昇、キック界の王者デビルマン内田昇。決勝トーナメント進出をかけて内田昇対藤本悠介、まず第一ラウンドが始まりました。赤のグローブキック界の王者 MA 日本ヘビー級チャンピオンの内田昇、青のグローブ聖堂会館藤本悠介です。右のロー出していった藤本悠介、内田もキックの構えを見せました。右のストレート、左の範囲空を切っている内田のボール、キックボクシングの内田、聖堂会館の藤本悠介。さあ解説の館長、この内田のボールですが、自分は K1 にとって外敵でありたい、こういう発言どうですか。面白いですね、やっぱ外敵だと思いますよ、外敵というかね、K1 というのは戦いの番で、聖堂会館の主審もキックもないんですけどもね、そういう本人が気持ちを持ってリングに上がると、いうことは素晴らしいことだと思うし、今キック界ではナンバーワンの実力者だと僕は思ってますので、そうですね、もう最初の連覇を止めるのは僕はこの男だと思うんですが、そうですか、その大事な1回戦、左の腹筋入ってきました。この藤本悠介、4月の熊本から体を絞りました。陸上でいう中距離のタイムトライアルを積みまして、104キロあった体重を101キロに落としました。館長、自分にはその速さパワーがある、動けることが最近は楽しいんだと語っていましたが、いかがでしょう。そうですね、スタミナがなかったですからね、一発があるんですけども、だから彼の課題だったんで、スピード誇る内田昇、パワーの藤本悠介、第1ラウンド。ただその辺スタミナがどこまでね、本人が言うほど上がってるかですね。左のミドル、右をかしていった、右のパンチをかわした内田昇、強い相手とやるとき倍疲れますからね。倍疲れる、藤本選手、俺初めて強敵じゃないですか今日。なるほど、ここまで藤本悠介デビュー以来5戦5勝負けなし、一方の内田昇は去年の5月札幌あの対中底戦判定負け以来、内田選手でも力んでますねちょっとね。さあ第1ラウンドです、まもなく残り30秒、上から叩きつけるパンチ、左のキック、少し動きが乱れているかに見えます。内田昇ノーガードから構えを作った。 K1 ジャパングランプリの1回戦、内田昇対藤本悠介、デビルマン内田昇、筋肉の鎧藤本悠介、第1ラウンド残り10秒、ダウンではありません。そうですね、やり飛び込んでいった、ここで第1ラウンド終了のゴング、ランピン決勝トーナメントへ進出をかけて第2ラウンド、左のミドルを出しました内田、クリンチ状態、膝を出していった、さあ試合再開。ただ内田君の良さは小さい細かいパンチなんで、はい、連打することなんで、だいぶウェイトを上げてですね、こう大振りになってますね、大振りになっている、小さく投手を持つと目は矢島さん獲物を狙う目であります。投手はすごくいいんですね、矢島さん、内田陣営もその通りでね、振りが大きくなっている、もっとコンパクトにという指示です。あ、なるほど、そのあたりセコンドから指示が飛んでいましたか。逆に藤本選手は逆に今チャンスですよね、攻めるとしたらここですか。そうですね、振りが大きくなった時は藤本選手の振りも大きいですから、当たりますからね。ちょっと両者警戒しています、藤本も返していきました、ローキック、細かい攻撃ができるかというその内田のボールであります。
去年の中迫戦敗れはしましたが、あれから流れがつかめた。その中迫戦の直後、6月には MA キックの王者になりました。日常会館長、そのあたりこの K1 に参戦して相乗効果が見えますね、この内田にとっては。そうですね、やっぱりいい刺激になって、そして今度は王者としてまた K1 に参戦してきた。そうですね、やっぱ1年努力してますからね、はい、これもキックボクシングの看板を背負って内田昇、K1 に参戦してまいりました。矢島さん、一方の藤本サイドですが、はい、パンチに力が入っている、それは良くないということでした。それから左のガードを下げるんだという指示が出ています。両コーナーから指示が飛んでいました。ここまで決定打はありません。第2ラウンド、まもなく2分になろうとしています。飛び込んで打っていた内田、お互いちょっと警戒が結構動きに見えますね。前蹴り、距離を取ろうとする藤本です。3分3ラウンド、3ノックダウンシステム、最大2ラウンドの延長があります。現在第2ラウンド2分を経過しました。1ラウンドは大きな動きが見えました、内田のボールです。だから結構やっぱ藤本選手のやっぱパワーというか圧力があるんですよね、だから内田選手が思った以上に、あれこれ重たいなっていう感じじゃないですか。なるほど、膝を出していきました。藤本の右、ここまで藤本デビューして5戦5勝、負けはありません。和製バンナと呼ばれること、光栄だと語っていた藤本、第2ラウンドが終了しました。さあ、これは第2ラウンドの内田の姿です。1ラウンドは大きな動きが目立ちすぎるということでしたが、第2ラウンドいかがでしたでしょうか。そうですね、やっぱあんま相変わらずですね、あの藤本選手のリズムにちょっと内田選手がなっちゃってるっていうか、はい、もうちょっと小刻みにちっちゃくこう体を振ってちっちゃく入ってて、細かいパンチの連打を出したいですよね。ファイナルラウンドに突入、内田昇対藤本雄介。もっと内田選手連打が出る選手なんですけどね。連打が見られるか内田、藤本は今仕掛けましたね、左フックが今顎を捉えたんですけども、そんなにダメージないと思います。最終第3ラウンドです。矢島さん、内田サイドですが、もっとお前の切れ味を出していけという指示が出ています。まだその内田独特の切れ味が出ていない第3ラウンドに突入しています。切れ味、持ち味出せるか内田昇。藤本は先ほど仕掛けました、飛び込んで左のストレート、右ストレート、ブレイク。矢島さん、藤本サイドですが、まだ力が入っていてパンチに威力がない、力を抜いていけ、ただ途中でゴーサイン行くぞというふうに言っていました。途中でゴーサイン、いつ出るんでしょうか、はい、第3ラウンド1分を経過しました。残り2分を切っています。回し蹴り、まあ大きいですよね。いやなるほど、これはダウンではありません。そうですね、さあ時間が過ぎていきます、残りまもなく1分30秒、KO 勝ちで埼玉スーパーアリーナに進むことができるか、このまま判定に持ち込むのか。 K1 ジャパングランプリの1回戦です。両者ここ攻めたいですね、はい、攻めの機か、ゴーサインが出るか、藤本サイド、右ストレートを伸ばした内田。試合前はこの藤本を蹴り倒したいと語っていた内田昇であります。ちょっと空を切っている、これもダウンではありません。画面左、内田昇、出身が埼玉です。地元埼玉で決勝トーナメント出場、そして目指すは打倒武蔵、そう語っていた内田。一方の藤田も膝を出していきました。さあラスト残り1分を切っている、さあ残り間もなく30秒、
試合を決めるのはどっちだ。藤本が少し苦しそうだ。蹴り合い、倒れたがこれはダウンではない。残り20秒、カウンター。一発はある両者だが、残り10秒、残り10秒、ファイナルラウンド、前蹴りが顎に当たった。パンチを出させない。判定に入ります。ジャッジ島光雄30対30ドロー。ジャッジ大森敏則30対30ドロー。ジャッジ友武孝雄30対30ドロー。以上両者2票以上ありません。延長戦に入ります。全くのドローでした。内田対藤本、延長に突入です。エクストラ決勝トーナメント進出をかけての延長戦に突入です。第3ラウンド終了した時点で両者倒れ込みました。スタミナとの勝負にもなりそうです。そうですね、両者大振りが目立つという指摘が目立ちました。この第4ラウンドだから金振りとか大振りすると倍疲れますからね。なるほど、早い時間帯で仕留めるのか。第4ラウンド延長戦に突入しています。両者スタミナロスしてますけど、はい、ピンチ状態、膝を伸ばしていきました。この試合に向けて絞ってきた仕事、そうですね、苦しいの両方一緒なんで、はい、ここも手数出した方が勝ちますから。当初はスピード対パワーという見方がありましたが、もう意地と意地のぶつかり合い、スタミナとの勝負。左、内田の左が入っていた。あそこ行きたいですね。そこで休まないで行きたいですね。内田選手はね、休まずに行けるか。いざね、藤本選手かなり疲れてますよ。ふらついたがもちろんダウンではありません。一気に距離を詰めるか。キックにしてもパンチにしても空を切っています。左、藤本の左、ランド戦だ。アッパーを見せた藤本、過ぎていきます。1分30秒経過、延長戦第4ラウンドです。ジャパングランプリ1回戦、倒れ込んだ。相当両者のダメージといいますか、スタミナ消耗してまいりました。こういう時怖いことは何ですか。いや、もうあと気持ちだけですよね。もう気持ちだけです。もう先へ先へ、前へ前へですよ。両方ガード上げてるのもしんどいと思いますよ、はい。極限状態での戦いとなりました。意地と意地、視線と視線交錯している。ローキック、体が揺れている両者。左のジャブ、延長第4ラウンド、ガードしていない内田、組み合ってブレイク。さあ残り30秒になります。ストレート、倒れない。藤本は倒れない。返せるか、キックの意地か。倒れ込んだ藤本、残り間もなく10秒、ラストだ。決めるか、ふらついた、視力を尽くした。時間がない、おっ、倒れたがゴングではない。ここで第4ラウンド延長、最後の判定になりました。延長、判定に入ります。判定の結果をお伝えいたします。4ラウンド戦い抜きました。両雄、勝負はつくのか。10対10ドロー。ジャッジ大森敏則10対9、赤内田昇、内田に1票入りました。ジャッジ友武孝雄10対10ドロー。両者2票以上ありません。なんと2票以上を取ることができず、ファイナルラウンド突入です。 This is the final round。 ファイナルラウンド、なんとファイナルラウンド突入です。
4ラウンド戦っても勝負がつかなかった内田昇対藤本雄介。キックの王者内田昇、聖浪会館の藤本雄介。8月の埼玉スーパーアリーナ決勝トーナメントへ駒を進めるのは内田か藤本か。この3分間はうまく使わないとダメですね。この3分で勝負がつくわけですからね、そうですね。だからお互いやっぱスタミナロスしてますから、向かっていく。4ラウンド戦っても勝負がつかなかった。激しい戦いになりました。スタミナ等の勝負にもなりそうだですね。矢島さん、藤本サイドですが、はい、とにかく気力だ、前に出ろという指示が出ています。もうそれだけですね、館長。そうですね、もうね、技とかね、じゃもう気力なんですよ、一発当たれば勝ちたいというね、最短が見えてくる、決勝トーナメント、進出、内田か藤本か。体力の限界、気力の限界、右を出した内田。進出を決めたのは藤本雄介。最後はもう意地と意地、意地ですね、だから逆に藤本選手が前のラウンドでワンポイント取れたんで、はい、もう逆に行かないと負けるというね、